はい、日本一早い格闘ニュースの時間です。最初のニュースです。平本蓮 UFC デビューについてです。ロードトゥ UFC アジアが今週始まります。そんな中ニュースが飛び込んできました。ライト級において欠員が出たそうで、ライジンファイターでもある関哲也選手が緊急出場とのことですが、しかしパスポートの期限が切れていたため亡くなってしまいました。そうなるとフェザーでもライト級でも戦え、海外に行きパスポートがある我らのワンコインフェラおばさんの危機を脱した平本の蓮くんが候補に上がるのではないでしょうか。これで念願の UFC おばさんになれるかもしれません。快挙達成です。次のニュースです。朝倉未来パンチドランカーについてです。我らの土色サメ肌ポメラリアンよりナポリタンマティスな朝倉のミックンですが、ただのやらせ喧嘩コント格闘技界の豚箱ブレイキングダウンのことを世界的な人気コンテンツとなるとわけなわからないことを言っていました。どうやらパンチドランカーになったようです。次のニュースです。斉藤豊引退危機についてです。惜しくも3連敗中の斉藤豊選手ですが、今後のキャリアについて現在考え中です。そんな中匂わせ投稿がありました。なんと次の職業をジャグラーになるようです。ピーター・ユタカンクルとして頑張っていくのでしょう。次のニュースです。井上尚弥無料視聴方法についてです。本日井上尚弥 VS ドネア2が行われます。史上最高傑作のモンスター井上尚弥選手の無料視聴方法ですが、 Amazon プライムでお試し無料1ヶ月トライアルを申し込み6時半からスタート、試合自体は9時からと言われています。ぜひご覧ください。次のニュースです。オギチャンネル快挙達成です。ライジンバンタム級グランプリを優勝したものの誰からも挑戦されないオギチャンネルですが、挑戦されない理由ですが、おそらく手が臭いかもしれないと思い手を匂っていました。もちろんうんこの匂いでしょう。快挙達成です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。